ってまーす。クリスマスの次の日ですけど、クリスマスは何してたんですか？クリスマスはもう動いてました。あ、動いてたんですか？はい、バタバタしててあっという間に終わっちゃいました。どっか行きましたか？行きたかったです。どっか動いてたの？どっか行ったんでしょう。いや、なんかこれでイルミネーションとか見たりとか。あ、イルミネーション、エロミネーション、エロミネーション見ましたか？誰と見たかは聞かないですけど、見たかったです。クリスマスらしいことしてみたかったなって。あ、してみたかったんですか、はい、なるほど、はいはい、というわけでホームラン、はい、何回目かな、3回目です。3回目ですか、はい、前回、1番のサビまでやったんですかね、はい、その後感想っていう部分があるんですけど、はい、感想はまあお休みとかでもいいですね、はい、で2番の A メロから入ってきます。またでこの譜面のまた多分これ新しいマークというか、まだバッテン分かりますか、ね、スネアのところにバッテンになってるんですけど、はい、それはスネアをこうふつふつこうやって叩くのではなくて、エレドラだと難しいです。リム。はい。クロージングリムショットする。このぐらいスティックが反対にもしかします。そう、そっちの方がいい音がするので、はい、ただもう乾燥お休みなので、そこで反対に持ち替えましょうか。はい。ね、はい、右手で。はい。で、足のパターン。そうです。5小節目からは200目もリムが加わります、はい、前半4小節は1回、5小節目から2回に増える、はい、ざっくり言うとね、はい、で B メロに入る前にいつもやってるフィールでいいです。だと少し違うんですけど、はい、あまり言うとかなちゃんのハードディスクが壊れてしまうので、これは同じでいいです。もしくは、はい、お好みで最初の、これでもいいです。あんまりこれじゃなきゃダメっていうルールっていうか、これじゃなきゃダメっていう場所ではないので、なんかそういうちょっとこう200ぐらいのフィルがあるといいかなと思います。ここはね、そんなにうわ難しいっていうフレーズは出てこないので、はい、しっかり、はい、タンはタンじゃないですよ、タンですよ。リム打つ時にハットが抜けるのがいいですね。別に抜いてもいいんですけど、まあ、叩いてもいいです、はい、そんなに、これパターン自体はそんな難しくないので、はい、復習してきてください、はい、宿題です、はい、で次 B メロです、はい、B メロも1番と基本的には同じ解釈でいいかな、はい、2小節パターン、はいね、さっきやった後スティックをかなちゃん逆で持ってるじゃん、はい、この逆のまんまいっちゃっていいですか、はい、2番のサビの前に間奏っていうのが入ってますね。2番も1番と同じ、サイズで、シンコペーションするところも同じでしたね。でただサビの前のフィルインって分かります、おかずね、はい、おかずが少し1番と2番で違うんですけど、はい、ちょっとこの楽譜だと3とか6とか書いてるじゃないですか、はい、これはですねちょっと難しいので、現状1番と同じにしときましょうか、はい、1回やってみましょう。そのうちもうちょっとできるようになったら、この譜面に書いてるダダダダダダっていうのを入れてみようかなと思うんですけど、はい、今はとりあえず曲を
はい、最後までね、はい、行く方をちょっと優先したいので、はい、これは2番のサビが大サビみたいになってるんですね、はい、ドンツダンツドンドンダンツドンツダンツダンっていうシンプルなパターン でライドシンバルに行ってもいいかな、そこのない世界のところの C メロのはハイハットは少し空いてた方がいいかもしれないです、ね、1番のサビと同じような感じでいいかな、あの一番こうなんていうかな、歌がこう熱くなってるんですよ、さらにその後もう、なのでライド行ってもうちょっとエネルギー込めて、曲はこれ入ってるかな、はい、大丈夫、曲入ってます、入ってるよね、入ってます、合わへんな、あのあとはその曲の盛り上がるところとかさ、はい、うん、落ちるところとか、シンプルなパターンでいいので、もう少しこうダイナミックスをつけてほしい、強さはコントロールできると思うんですよ、初心者でも、そこら辺を少しもう少し抑揚をつけてあげるといいかなと思います、はい、大丈夫ですか、はい、はい、復習頑張ります、じゃあまた復習ができた頃にお電話ください、はい頑張ります今日はありがとうございました、ありがとうございました。